はい、ね、ホロテープを手に入れたと、そんで、そうか、ここでね、さあ、ヒドゥンバレーに戻るかどうかっていうところだよな。3つのパトロールのホロテープを手に入れて、エルダー・マクナマラのところに持っていく。3つ手に入れたのか、これは。どうなんだろう。まあちょっとわからないな。まあもともとね、エルダーの私は味方をするって決めているのでね。ちょっとまた別途戻っていこう。まずはちょっとクリムゾンキャラバンに戻るか。あとはこれか、ガンランナー工場から秘密の製造使用書を手に入れる。これもね、ちょっと気になっていたんだよな。モハビ？いや、モハビに行くんじゃなくて、ガンランナーに行くんだよ。ガンランナーね。よし、ちょっとガンランナーに行こう。ここで何を手に入れるって？秘密の使用書？なんだそれは。カンランナーって入ったことあんだっけ、俺。コンパニオン解散？何それ。ああ、ここってさ、そういえば俺入ったことないんだっけ。いやー、購入っていうかさ、すげえ後ろにかっこいい武器が揃ってる。かっこいい武器だな。ここで作っている。さあ何がある？まあ買えなさそうだけどね。22口径サブマシンガンって。たけ。マグナムリボルバー。サブマシンか。これ見たことねえな。グレネード。アサルトカービンだ。強え。アンチマテリアライフル。これもすごいんじゃないかな。エスター。うわ、ミニニュークだ。カーボインディピッター、キャラバンショットガン。ゲヘナ。わ。なんかシシケバブっぽいやつだな。ログイン。たけ。サービスライフル。シングルショットガン。スナイパーライフルだ。もうなんつったって高いからね。全然買えないよ。わあ、すごい、いろいろあるけど。ヌカランチャー。ハンティングライフル。すごい。すごいけど、全然買えない。たっけ。いや。マークスマンカービンだよな。かっこよさそう、これ。いやー、ミニガンもある。すごい。お金どうやったら手に入るんだろうな、いっぱいな。全然買えないわ。そう、ニューベガスの金策がね、よくわかんないんだよな。そんでもって、どうやって入んの？ここ、そもそも。ガンランなんて。入ったことあんだっけ、ガンランなんて。忘れちゃった。ここ入れんだっけ？これ関係あんの？ここ関係あんだっけ？ここ入ったことあるっけ？ちょっと忘れちゃったな。フリーサイドは。うわ。
サイトね。こっからガンランナー、ガンランナーや抜けられないの。うん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 、やるか。チンピラ。弱いぞ。お前らもか。子供だ。チンピラやっつけちゃった。大丈夫かな。敵対されない？逃げ惑ってる。ああ、びっくりした。んなもんはいらんわ。ああ、大丈夫かな。倒しちゃったぞ。いやーなんだここは一体。ここ、これガンランナー。あ、ちょっと待って、ここはおおすげえ中入ってきた。ベガスの中だおい。え、こんなとこ入ってきちゃって大丈夫か俺。ええー、おい。あ、なんだよ。アトミックラングラーに立ち寄れば、おさ、ねえ、楽しみたいならアトミックラングラーに行ってみてね。アトミックラングラー。ザ・キングス。なんだあの二人は。ゴロツキどもは全てにおいて権利があると思っているのさ。まあ、トンネルスネークじゃねえのか。いいロボットだな。お前アポカリプスの仲間か何か。アポカリプス、なんだそれは。ちょっと待って、ここに向かってるぞ。こんなか？アトミックラングラー。なんだここは。夜のお遊びのね、ところか。ん？何かよ。ちょっときな臭いところだな。まあ、さ、酒屋か。はい。フランシーヌ・ガレット。兵士たちがベガスへ行くのにフリーサイドを通るようになって景気がいいの。ちょっと特徴的な顔してんだ。どんなサービス？酒、物、それとショーガールもたくさん、うん、欲しいものがあれば提供するわ。唯一のルールは商品の試飲禁止。お金は前払いで。ギャンブルをしたいなら左のカジノの裏にうちの交換所があるわ。商品前払い、付けはなしよ。まあ酒がいっぱい売ってんのか。うん、まあいらんな。お遊びよ。ちょっと待って、あなたにやってもらいたい仕事がある。前払いルールを始める以前、客には後払いの勘定書きを渡してたの。言うまでもなく、うん、一部の客はツケを払わずにこっそり出ていったわ。だから集金する人が必要なの。報酬は歩合制で払うわ。誰か撃ちたいんだが。まあ殺さなくても金を持ってくればいいんだろうと。借金のある人は殺さないでほしいの、うん、死体から集金するのはちょっと難しいから。とにかく金を取ってきて、はあ、その後であんな連中がどうなろうと興味ないわ。どんなキャップ、高所誠実だ。借金の全額を集金してきたら分け前を渡すわ。 25% はかなりいい数字よ。全額集められたら
合わせて150ヘッドになる。まあな、うん、おい全部やってるんだ。五分五分ならやるぞ。これはいけそうだ。いいわ半分ずつで。ただし、うん、全額ちゃんと持ち帰ってきて。もし裏切ったのが分かったら次の賞金稼ぎを送ってやるから。まあ分かった。よかった。取り立ててほしいのは3人。グレックス、面白い取り合わせよ。名前はグレックス、サンチアゴ、そしてジェーン夫人。グレックスは少しイカれてるけど無害なやつよ。ただし目のことは言っちゃダメ。カシは138キャップフリーサイドにいるはずよ。ジェーン夫人は金持ちのつもりだけどよくいるただの汚い、まあ、ガンランナーに行こうと思ってね、ちょっとフリーサイド入ってしまって、うん、アポカリプスの使徒の物資を運んだことがあるらしいけど他の住民に聞いた方がいいわ。カシは250キャップ。クエストが始まっちゃいましたが、まあ乗りかかった船というか、サンチアゴは人当たりはいいけど殴り合いになるとめめしいやろうよ。カシは212キャップフリーサイド周辺にいるはずよ。フリーサイドね、うん。他にいるもお遊び探して初めてだからルールを説明してあげる。ここの女たちは奴隷じゃない。自分で相手を選ぶわ。サービスを受けたいなら初対面でいい印象を与えることね。部屋は一晩につき数キャップ。それを選ぶなら別料金よ。見つけてさまよってみますか。これね、わかった。部屋は泊まりたい、ま、いくらか。どうぞ。階段を上がって左手にある最後の部屋、うん、ラングラー。まあまあ止まん、まあ寝てもいいかもしれないけどね。やあ、こんち、こいつはアトミックラングラーへようこそ。ジームズガレット。何かご用は。なんか売り物は。これ酒だろ。同じもん売ってやがんの。爆撃後に増えた NCR の存在によって事態が良くなるなんて期待してなかったけど嬉しい驚きだよ。非番の連中がブラブラしている途中で立ち寄って、うん、知らない奴にまで酒を奢ってるんだ。金はあるっつってましたね、うん、基本的なことは大丈夫だけど、あ、そういえば金持ちの客から変わった依頼を受けたんだ。接待係を探してるんだ。その客の、うん、性癖に合うような、ああ、見つけてくれたら喜んで礼をするよ。うちで一番金持ちの客はグールとカウボーイが大好きで、その2つのフェッチを満たすような接待係を探してるんだ。おしゃべり上手な相手なら礼を弾むっていう客は多いんだ。ボーイフレンド体験を絶妙に演じてくれるような相手を求めてね。それから気色悪いロボットフェッチってのもいるが知ってるかい。あの変態どもの望みはセクシーロボットだ。セクシーロボットなんだよね。いねえよ。個人的には半径30メートル以内に来てほしくないけど、あくまでも商売だからね。探してみる。見つけたらラングラーに連れてってくれ。その時に礼を払う。ラングラー、また変な変なクエストがね。エフリードサイドの評判を上げてもらうと。それなりの額を払ってくれれば、セクシーロボット採用。みんなに知らせるよ。温厚な人物。そっちの考えは？みんなにやったこといくつか、うん、なんか変なことしたっけ？もうアイディア切れだ。爪に火。フリーサイドの東端にある。ニックアンドラルフ。ニックアンドラルフのラルフにまず聞いてみなよ。それぐらいしか思い浮かばないな。はあ、じゃあね。調子いい。さあ、何なんだろうね、ここは。カジノっぽいけど。うん。いや、こんにちは。お、ヒドリアン。これは驚いた。ずいぶん醜いやつだな。鏡を見てるみたいだ。珍しいな、ここ。ショーの話じゃないのか？悪いな。ショーを盛り上げるためにガレットが雇った桜かと思ったぜ。お前の目が変なのか。名声は一瞬という話は真実なのか。
俺は世界的に有名だから。ヘイドリアンね。ふとお前の目が変なんだ。名前はヘイドリアンだ。スーツを着たグールなんて初めてだろう。あまり物知りには見えないからな。ショーがひどいのか、お前がアホなのか、どっちだろうな。まだ見てないけど、ね、そうだよ。うまい契約にありついたんだ。フリーサイドの経済状況を考えると、そんなに支払えてないじゃん。ああ、その通り。儲かってるとは言えない。経済状態なんか何でしょ。でも仕方ない。契約しちまったんだ。なんかいっぱい本当に稼げてる。このゴミで大儲けできるな。ああ、その通り。うん、さよなら。行っちまえ、クズ。なんなんだこいつは一体。罵倒されて本当に。なんなんだっていうね。あ、奥、うん、なんだろうなこの部屋。ここは閉じられてる。何これ。あ、店か。キャッシャー。アトミックラングラーへようこそ。取引したいのか。アトミックラングラー。うわあ。キャップをチップに、うん、リージョンのお金をチップ、はい、チップもらったなんか持ってたぞ。バイバイ。これでカジノをやるってことか。カジノっつったって払い戻しは、なんかできるのかね。ああ、これできんのかも。ブラックジャックで腕試しはどう。ブラックジャックね、ちょっと一回やってみようか。ブラックジャックね。座って、ゲームに参加しないよ。わかった。一回やってみよう。80チップ持ってるぞ。ベッドを上げる。5ベッドとかしてみようかな。うん。14。ヒット。うん。ヒット。ああ負けたんじゃね。え？負けたよね、今ね。あ！ 11？ やった！勝ったよね、今のね。ちょっとこれでやってみよう。最大ベッドって言うの？違う。やだよ、そんなの。5ぐらいだよね。ステイ。You win。よし、やった。ね。17か。ステイしたいな。あ、負けた。ああ、いい。20ね。ステイ。イーブン。うん。ダブル、ん？ 4、3。ヒット。ダブルダウンってなんだろうね。よく知らない。10。ヒット。16。悩むね。相手 K だからな。えいっ！あーは！なかなかね。増えないね。19。これはステイだね。よし。さあ、一発勝負。いきます。あははくそ！あー、負けたー。くっそー、なんだよー。うわー、負けたー。うわー、レベル上がったけど。負けたけど、レベル上がったぞ。さあ、何あげるかな。ロックピック。さあ、16、偶数レベルなので、パークが覚えられる。さあ、何を覚えるかな。これクリティカル発生率上昇、これにしとこうかな。すごい時間かかりましたけどね。
ここにしとこう。うん、こんなもんか、ここは。俺たちの仲間がモノレールを。こいつの話ね。月が逃げちまう。クリムゾンキャラマン社での雇用収容について話に聞いた。あ、なんだこれ。クソくらい。あのばあさんが何と言おうと、親父は俺にニューベガス支部を任せると言ったんだ。それにオメルタファミリーに借金もある。クリムゾンキャラバンを辞めたらどうやってギャンブル代を稼げばいいのさ。NCR から高く評価されて、あんたの両親ちょっと言ってもいいんだが、脅すか。じゃあオメルタにあんたのことを話しておく。取引をしよう。辞める代償としてクリムゾンキャラバンから何が欲しいんだ。オメルタファミリーについて何を知ってる。どうしてニューベガスに来た。俺は賑やかな場所が好きでね。うん。親父のコネをちょちょっとたどってクリムゾンキャラバンの気楽な地位をゲットしたってわけ。全て順調だったのにマクラファティがやってきた。あのばあさん、今に親父から大目玉を食らうさ。見てなって。ストリップ地区を牛耳るファミリーの一つだ。ペテン師の集まりだが、奴らを怒らせるのは賢明じゃないね。取引しよう。ならオメルタファミリーの借金を肩代わりしてくれ。それと退職金も欲しい。たっぷりと。なんだと？金が。そうしてくれ。あのばあさんに即刻。金か。またお前か。今度は何の用だ。辞めさせたこと、アリス・マクラファティ。もう辞めたの。じゃあな。これでクリムゾンキャラバンのやつがね、言いやがったな。あ、じゃあスロットプレイできんの？チップがねえよ。ちょっとやりてえな。チップちょっと。スロット。スロットちょっとやらして。アトミックラングラ。うん。キャップ。ちょっと、イニシアルチップ。100。うん、まだいっぱいあるでしょ、多分ね。ちょっと。スロットやってみよう。うん。ベッド3ぐらいにしとこうか。ええ。ヤグリスト。あ、まあ、揃えるとね、いけると。最大ベッド。いやいやいや。ちちちち。3ぐらいにしとこう。スピン。ユルース。やった。来た、おい、おお、おお、来たよ、レモン揃った。一気にこれ、140。わあ、これでちょっとだいぶ続けられるな、これな。増えるかな、頑張れば。これ頑張れば増えそうな気もしてきたな。まあスロットが一番いいかな。これさ、観覧だ遅いってことなのかな、これ。そういうことなの。じゃあちょっと強行突破する。強行突破しろってことか。観覧なんてこれ何勢力なんだろう。こいつら敵対しちゃっていいのかな。うわ、はい、気に入ったか。倒しちゃっていいのこれ。うわ、固まる。まあ、危ない、怖い。まだいるぞ敵が。いやちょっとさ、これいいのかどうかわかんないけど。こういうの好みなの。
よいしょ。すごい値段だな。あ、これレザーアーム、コンバット、コンバットアーマーの方が強いな。よし、じゃあよし、こっちに乗り換えよう。うん、重いのか。さあこっちにね、やっとまともな装備をね手に入れることができたの。私に重いのを持たせるつもりでしょ。ことしていいのか、果たしてね。さあ、さらに攻撃をね加えられるだろうが、こっちの奥に人がいるけど倒さなきゃダメ。でも こいつをちょっと先にやっとかないとさ。よし、当たれよ。ああ、よし、燃えるね。達成レベル上昇。でも、ああ、無抵抗だぞ。攻撃してこないぞ、これ。残虐だな、こんなこと本当していいのか。おい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 、最悪だな、もうか。いいのかこれは。でもカルマが下がらないな。ここか、ターミナルか、設計図手に入れるのか、使用書、うん、ベンダートロンの名前、ああ、アリス・マクラート・パーティーに渡すと。ベンダートロンの名前なんだこれ。キャンプ・マッカラの指令、ミサイル・ランチャー、キャンプ・マッカラ。これさ、マッカランと敵対なんねえかな。一応オプション目的は達成されたな。これ BOS、 これはちょっとさ、ちょっと気になるな。これはもう大殺戮だぞこれ。服は取んないでおこう。これどう考えても悪いやつだよな。